Hello, 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 皆さん、こんにちは。テンカスチャンネルへようこそ。Welcome back to my channel. This is テンカです。はい、2023年4月21日になりました。皆さん、金曜日ですけれども、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。前回私、酵素風呂のお話をさせていただいたんですけれども、皆さん、酵素風呂入ってみましたでしょうか。まだちょっとね、そんなに日にちが経っていないので、入ってみたよっていう方はちょっと少ないと思うんですけれども、ぜひ、ちょっと入ってみてください。シェディングですとか、なんか体調不良ですとか、なんかスッキリしたいなとか、デトックスしたいな、まあ、ストレス溜まってるなとか、そういった場合、まあ、ストレスが溜まると、なんか体がですね、酸化すると、まあ、いろんな、まあ、体のですね、不調が起こるというふうに言われているので、それでなんか、ビタミン C とか取ると、とても、免疫強化になっていいよっていうふうに言われるみたいなんですけども、皆さん、サプリメントとかそういうのも取ってますか？私は一応ですね、ビタミン C だけは、取っています。なんか食事からなんか一番取るのがいいと思うんですけれども、なかなか私ビタミン C ってなんか取れてるのか何だかわからないので一応取ってます。で、あんまりこう安いものをやたらめったらこう摂取するのもなと思ったので、一応そういうグルテンフリーとか遺伝子組み換えじゃないとかそういうのを書いてある記載されているサプリメントを摂取してます。で、結構最近私発酵するものっていうのですか、発酵させる食品にこだわりがありまして、こだわりって言ってもあれですね、作ってみたりとかしてます。自分で納豆とか、あとは昆布茶とか、あとはぬか漬けとか、そういうのをちょっとね自分でできる限りは作って、やっぱね食べていきたいなと思ってるので、やっぱり毎日摂取するものとか頻繁に摂取するものっていうのはやっぱり自分で手をかけて どんな材料を使って作っているのかを把握しているもので作りたいので、私は自分で素材を食品とか選んでそういうのを発酵食品を作ったりはしてます。皆さん、そういうのなんか興味あることとか趣味とかありますでしょうか。ね、なんか楽しいですよね。そういうまず発酵って何が楽しいかって、なんか発酵させる過程がなんか何かを育ててるようで、私はちょっとねそういうところがなんか何だろう、自然と触れ合ってる気がして好きなんですよね。そういうのもやっぱりこの間もお話ししましたけども、発酵菌がね生きてるからこそ腐らずにですね、そういったお漬物になったりとか、ね、昆布茶になったりとか、ね、またお味噌になったり納豆になったりするわけじゃないですか。そういう生きてるものっていうのをですね、私はちょっとね携わるというか育てるっていうのがなんか非常になんか魅力的で、それやってみたいなと思って今ちょっとハマってるところであります。はい、私の話はそんなところまでにしておいて、まあ、今回もですね、つぶやきファイル第9章の、パート3になります。3部作なので最後の回ですね。で、まあ、深まるダークウェブ、まあ、つぶやきファイル第9章パート3という形でお伝えしていきたいと思いますので、最後までお付き合いいただければと思っております。はい、始めていく前に番組の趣旨のご説明だけさせていただきたいと思います。ティンカスチャンネルでは皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けして、皆さんがそれについて情報精査をしたり、自分で考えたりしていただくきっかけになればというふうに思って配信させていただいております。なので、私の番組で、ティンカスチャンネルではこれが正しいんだというように皆さんに答えというのを提示しているわけではありません。なので、皆さんが私の情報を知っていただいて、で、それをいい意味で、何事も疑っていただいて、情報精査をしていただき、自分なりに考えて答えを模索していただきたいです。で、この考えるプロセスこそ、自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだと思っております。皆さんの考え、直感というのは私は宝物だと思っております。自分の直感を磨いて、まあ、お互いに成長していきましょうというスタンスでやらせていただきます。やらせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。また、ティンカスチャンネルに番組登録していただいている皆さん、本当にありがとうございます。まだまだ小さな番組でございますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また次回も見たいよとか、ちょっと繰り返し見たいよっていう方でも、チャンネル登録をしていただいて、で、通知ボタンを押していただければ、私の新しい配信が出た時にですね、通知が行くようになりますので、そういったものもですね、活用していただければと思っております。はい、それでは今回の、深まるダークウェブつぶやきファイル第9章パート3をお届けしていきたいと思っております。9章にもなると闇が深くなりすぎてですね、登場人物とか組織名などを把握するのがちょっと難しくなってくることもありますので、途中から見るのもですね全然 OK なんですけれども、できれば第1章からブログで読んでいただいたり、もしくはこういった動画で YouTube や Rumble という動画サイトで私のテンカスチャンネルの番組で、このつぶやきファイルの1章目から見ていただければと思っております。その方がおそらく物語ですとか、この
ね、何が巻き起こっているのか、この現実何が巻き起こっているのかっていうのを理解しやすいと思っておりますので、ぜひなるべく最初の方から見ていただければと思います。前回のあらすじから、ざっくりとご説明させていただきたいと思います。前回の、つぶやきファイル第9章のパート2はですね、まあ連邦政府から一方的にですね、山のようにリクエスト、検閲のリクエストを受けていた、まあ、つぶやき者で、その対応に追われているつぶやき幹部たち、まあ、いろんな連邦機関、国の機関から、そういった検閲、これを検閲してくれ、これを規制してくれっていうリクエストが増えていたので、その会議、そういった人たちと会議をする会議も、まあ、スケジュールの中で増えていったので、次は、どの会議、次は誰々との話し合いどうだったっけ、ああだったっけ、誰と話すんだっけっていうような混乱が見えるような、そういった社内のやり取りっていうのもですね、証拠が出てきたりしておりました。で、このつぶやきという会社はですね、元連邦捜査官であった弁護士っていうのも働いてたりとか、だからなんでこのつぶやきの会社に対して検閲のリクエストをなんか受けてしてきているのかっていうのが、ちょっとやりすぎなんじゃないかっていう、意見も出てたりとか、実際はしていたみたいなんですよね。でも、そういう状況でもですね、つぶやきの会社の幹部たちは、心よくそういった要望を引き受けるようなスタンスでした。で、そうこうしているうちに、やっぱり連邦政府とかっていうのは、海外からの影響っていうのがすごく気になっている。その SNS で海外からなんかプロパガンダかわからないですけれども、大衆扇動するような情報ですとか、そういうのが流れてきてるんじゃないかとか、ね、スパイ的な、そういうのもあるんじゃないかっていうのを気にしていたらしいんですね。海外からの癒着ですとか、そういうのが。で、それは実はですね、そういった目を持つのも連邦政府としてはいいんですけれども、ただ、それはですね、情報操作をしやすくするためのでっち上げだったんじゃないかというのがありまして、それもやっぱり SNS っていうのは、大衆心理をとてもこう左右するような、やっぱり拡散したりとかトレンドになったりするじゃないですか、物事が、話題ですとか、そういうのが、それに対してその大衆の心理が動くというのを防いだりとか、それをわざと大衆心理を動かしたりっていうのをしやすくするためには、やっぱりつぶやきの規約とか、そういうのをやっぱり利用して、この情報は何々の規約に触れてるから、違反してる可能性があるから規制してくださいとか、そういうのがしやすくするため の、 その外国からの影響があるという言い訳っていうのを作っていたんじゃないかっていうのがあったりしました。でも結果、つぶやき者というのは外国からの影響はないというふうに、パート2では結論付けていました。で、まだ見てないよっていう方はですね、ぜひ概要欄から、リンク載せておきますので、見ていただきたいんですけども、この1、2、3で、こういった連邦政府の動きがわかるようになりますので、ぜひとも、1、2、3と続けて見ていただければと思います。それでは、始めていきたいと思います。証拠がないまま、炉の国を悪者に。つぶやき39番。重要な電子メールで国務省が炉の国の影響力について真のない公の主張を行っているというニュースが OGA の過去を持つ幹部らを率いた。その同じ幹部にめちゃくちゃなことを認めさせました。2022年12月24日、マット退避。つぶやき40番目。私たちは技術的な証拠が足りないため、通常はそのままにしてさらなる証拠を待ちます。と彼は言う。政府のパートナーが分類に対してより積極になっていることを考えると、それに関する私たちの窓は閉ざされています。2022年12月24日マット退避で、ここに証拠画像リンクがついております。で、ここで注目したいのは、つぶやき者の立場としては、連邦政府が何かのせいにしようとしているのであれば、出る幕はないというように言っているのかもしれないです。で、その気になる証拠画像リンクの内容が E メールの内容になっております。こちら、送信日が2020年10月1日午後5時19分。件名が、リプライで、GEC からのフラグ。宛先が〇〇、匿名になってます。で、CC にヨエル・ロス氏がついてます。本文。うん。インフォブリックスは以前に通知を受けた実態ですが、記憶が正しければ政府のパートナーは GRU によって直接管理されているというほど具体的ではありませんでした。明らかではなかったってことですね。で、ブリックスは本質的に炉の国が支配する経済組織であるため、それを促進するために設計されたウェブサイトと、つぶやきアカウントはクレムリンによって管理される可能性が常にありました。私たち側では技術的な証拠が不足しているため、通常はそのままにしてさらなる証拠を待ちます。政府のパートナーが分類とそれに関する報告にますます積極になっていることを考えると、それに関して私たちの窓は閉ざされつつあると思います。
まあ、ドメインを一時停止し、アンセーフとしてマークします。レベルインサイド、まあ、内部反乱、また私にとっても新しいものでした。ロの国以外の世界の他の地域での不安を強調すること以外に、このアカウントの目的が何であるかさえ分かりません。私はすでにそのアカウントを停止し、そのドメインをアンセーフとしてマークしました。まあ、ロス氏が言った証言としては、ブリックスという組織はロの国の組織なので、それを応援するつぶやきアカウントなどはロの国によって管理されている可能性があるか、まあ、確証がないので証拠が出るのを待ちたいというふうに言っていますよね。真相がわからない間はアカウントを一時停止にして、危険というタグを、まあ、フラグをつけてというふうに報告はつけてますというふうに報告はしてました。タイビさんの見解、つぶやき41番目翻訳、より攻撃的なパートナーはつぶやき者が独立できる窓を閉ざしました。2022年12月24日マトタイビ、連邦政府機関、連邦機関すなわち FMRTF などのダークウェブがアグレッシブになってきた、そうなるともうつぶやき者自身が選択肢を持って活動することができないということを示す見解なのでしょうか。アメリカ IT 企業のほぼ全体を覆う影、それもそのはず、ダークウェブはつぶやき者だけではなくアメリカの大手 IT 企業のほとんどを網羅していたのです。つぶやき42番目、その他の政府機関は FMRI と FMRTF を通じてつぶやき者だけではなく Yahoo、Twitch、クラウドウェア、LinkedIn、さらにはウィキメディアと情報を共有することになりました。2022年12月24日マットタイビ、ここにも証拠画像リンクがついてます。証拠画像リンクは画面でシェアがちょっとできないので、ちょっと読ませていただきますね。つぶやき42番目の証拠画像リンクの内容が、2022年4月21日というふうに日付が書いてまして、そこにさっき言ってた、IT 企業の名前がずらずらと並んでます。でこれはもし詳しく見たいよという方は、tinkerschannel.com のつぶやき第9章目パート3のツイート42番目を見ていただければと思います。で、テアラインっていう題名がついてまして、で、テアラインはそのまま使用する必要があります。テキスト、言語の変更は許可されていませんというふうに文書化されてまして、で、本文の開始という記載があります。で、非機密事項というふうに書いてます。読み上げます。この情報は潜在的な調査の手がかりを開拓するための情報目的でのみ提供されます。外国または国内の裁判所の手続きに関連して、またはその他の法的、司法的、または行政上の目的で使用することはできません。以前、ロの国の大御所、エフゲニーの一部として強調された情報をお伝えしました。フランスのイマニュエル大統領を中傷しようとする、プリゴジンのインターネットリサーチエージェンシー、これは IRA の試み、2022年4月下旬の大統領選決選投票に先立つマクロのキャンペーン、で IRA はマクロのキャンペーンを主張しながら、ベナン、マリー、セネガルで独自の嵐農業を公開して、それらの仕様と作成を担当するエンティティだった。で次、以下のリンクも IRA が同じ物語を拡大しようとする取り組みの一部であると判断しますというふうに言って、下にですね6つのその関連リンクが貼られていた文章になってます。ちょっとこれ今読み上げて非常になんていうのバンされないかドキドキしてるんですけども、結構過激な、ね、今内容でしたよね。で私の方でですねこのリンク見てみようかなと思って見た時にですね、そのダックダックゴーという検索エンジンブラウザで私は見たんですけれども、それで見ることをお勧めしたいと思います。なぜかというと、私がアクセスをしようとした時にダックダックゴーが、Facebook の追跡アクセスっていうのをブロックしてくれたんですよね。でもし Google Chrome とか Explorer とかそういう違う検索エンジンでこのリンクを検索した場合に多分ブロックしてくれないと思うんですね。その Facebook か何かにこう追跡されると思います。なのでぜひ皆さんまだ使ったことない方は DuckDuckGo という検索エンジンをぜひとも使ってみてください。で同じ、微妙な用語とかそういうのをですね検索してどういうふうに検索結果が出るかっていうのをご自身で比較してみて、どういった情報が隠されているのかっていうのもこう一目瞭然になる時があるので、ぜひともそういうのでですねどういった世の中では情報精査がされているのかっていうのを見てみてください。
元諜報員の内部告発者の証言。つぶやき43番目、元 CMRA エージェントで内部告発者のジョン・キリアコはこれらのレポートの形式を認識しているといいます。2022年12月24日マット退院日。続けてつぶやき44番目、私は合ってると思います。キリアコはいい、ティアラインの上にあったが切り取られた部分は元、CMRA オフィスとすべてのコピーされたオフィスが記載されてましたと述べています。2022年12月24日マット退院日で、ここで注目なのが切り取られた部分があったということ。つぶやき42番目の証拠画像も多少は隠蔽されている部分もあるかもしれないということですよね。つぶやき者は証拠が出て情報操作がバレた。実際にツイート42番目の証拠画像でご確認ください。多くのアメリカ IT 企業が政府関係者からの介入があった可能性があります。その中で証拠が出てバレたのはつぶやき者。つぶやき45番目、多くの人々はインターネットプラットフォームが外交政策のニュース記事の節度について諜報機関から指示を受けているかどうか疑問に思っています。つぶやき者はそれを行っていた。場合によっては FMLTF、FMLI を通じて行っていたようです。2022年12月24日マット退院日。外交政策ニュースの情報操作が重点。つぶやき46番目、これらの報告は国内の報告よりもはるかに事実に基づいて物議を醸しています。2022年12月24日マット退院日。バイデンの悪事を隠蔽か。ちょっとお伝えにくい内容なんですけども、いきますね。つぶやき47番目、ある情報レポートは右の国のネオマルチとプ〇〇ガンダに関するアカウントリクエストがされています。アカウントがリスト化されています。これにはジョー・バイデンが2014年のクーデターの組織化を支援し、彼の息子をプリズマの役員にしたという主張が含まれています。証拠画像リンク1番2番。2022年12月24日マット退院日。でそのツイート47番目の証拠画像リンクの内容になってます。ちょっと長いので区切っていきますね。一番上から順々に言ってきます。でロノ国のトロールファームの疑い、ウノ国のウプ〇〇ガンダで、黄色いボックスの中身がロノ国のトロールファームと疑われるものがウノ国で、ロノ国の行動を支援するためにお米の国およびウノ国の政府に関する偽の情報をつぶやき上で広めているところを監視が証拠付けている。で左の内容になりまして、グラフがあります。で2022年12月18日から24日というふうになってまして、英語スペイン語、ロノ国の言葉ウノ国の言葉でウノ国への言及をされてます。で2月22日24日に観測されたウノ国への言及の増加とか、そういうのも表になってます。ちょっと今まで読んだんですけども、これ多分図とかその画像、証拠画像を見ていただかないとよくわからないので、一番私ちょっと動画で伝えにくいので、一番いいのはティンカスチャンネル .com のつぶやきファイル9章のパート3のつぶやきファイルのツイート47番目に行っていただいて、その翻訳された内容を見ていただきながら、その証拠画像リンクっていうところをクリックしていただくと、元の画像が、そのタイビさんが載せたその画像が、英語の画像が見えるので、それとちょっと見比べながら見ていただくのが一番いいかなというふうに思ってます。なぜなら画像ですね、今、YouTube ですとかそういった、ビデオのスクリーンに載せることができないので、検閲されているのでちょっと難しいので、ブログから皆さんちょっと見てみてください。でちょっとまだまだ内容があるんですけれども、画像リンク第2番の方は、そういった形で皆さん比べながら、原本と私の翻訳とこう見比べながら理解していただければと思います。ワクチン配布のバイデンを非難するのはどの国。つぶやき48番目、別のレポートはワクチン配布における腐敗のバイデン政権を批判するアカウントのリストはロノ国の影響力キャンペーンの一部であると主張しています。証拠画像リンク2022年12月24日マット退院日。でこのツイート48番目の証拠リンク、証拠画像リンクの内容なんですけれども、ここに書いてあったのが、U また、IRA が2022年2月中旬に次の2つの物語について、フランス語、英語、スペイン語を含む複数の言語でメディアおよびソーシャルメディア情報を作成して配信したことについて高い信頼性を持って評価しています。1、アフリカの西ヨーロッパ人はアフリカ諸国の最善の利益のために行動しておらず、具体的にはサハラ、サヘル地帯で脅迫、強要、
脅迫に関与しており、サヘルでのテロとの戦いを支援することに関心がなかった。2番目と、今のアメリカの政権は567枠の陣を、接合している場所としてアジア、アフリカおよびラテンアメリカの国々に販売していたこともあり、お米の国の汚職は国内の567枠の陣の配布に悪影響を与えていましたというふうに書いてあります。デジタル処刑をするアカウントリスト。つぶやき49番目。多くの場合、諜報活動は簡単な報告の形で行われ、その後に単に、新マドゥーロ、新キューバ、新ロの国などを見なされる、新ロの国などとみなされるアカウントの長いリストが続きます。このバッジには、今画像のバッジには、1000個以上のアカウントがデジタル処刑するためにマークされています。2022年12月24日、マトタイビ。ちょっと画像をシェアしますけども、こういった形で、ずらーっとアカウントリストがあります。で、これを、順々にアカウント停止していくっていう作業を、つぶやき者はしていたということになります。画像一番上に書いてある内容なんですけれども、これらのアカウントはマドゥロと、ディアスカネル政権にリンクされており、ボルソナプロルーラのハッシュタグを広めていることが判明しましたが、今まで報告されたことがないものですというふうに書いてありました。2014年からロの国 VS ウの国。つぶやき50番目。あるレポートによると、ウの国の人が犯したとされる人権侵害を文書化するサイトっていうのは、ロの国のエージェントによって運営されています。証拠画像リンク、2022年12月24日マットタイビ。その、ツイート50番目の証拠画像リンクの内容なんですけども、さっきの、アメリカの大手の IT 企業の名前が上に載ってまして、で真ん中にさっきと同じようにティアラインって書いてあって、でその下に文書が書いてあるんですね。で、これも非機密事項になります。この情報は潜在的な調査の手がかりを開拓するための諜報目的でのみ提供されます。さっきと同じですね。外国または国内の裁判所に手続きをしてやられるっていうのさっき同じで、で、次の点が重要です。2014年以降にウの国の人が犯したとされる人権侵害を文書化したウェブサイトであるドンバスの悲劇は、ロの国の、参謀本部情報総局によって監督されていると評価しています。非機密事項割というふうになってます。言論のジレンマ。たとえ自国に不利な情報だとしても、国は真実を国民から隠すべきでしょうか。それとも真実を伝える人の道を阻むことはしてならないのでしょうか。私ティンカーは真実は知るべきだというふうに思ってます。皆さんはどうですか。つぶやき51番目。これらのアカウントの怪しげな起源についての情報は本当かもしれません。しかしネオマルチマルンバスでの人権侵害、さらには私たち自身の政府についての情報の少なくとも一部はそうかもしれません。そのような内容をブロックする必要がありますでしょうか。2022年12月24日マットタイビ。続けてつぶやき52番目。これは難しい言論のジレンマです。政府はアメリカ人およびその他の人々が新マドゥロまたは反ウの国のアカウントを見るのを防ごうとすることを許可されるべきなのでしょうか。2022年12月24日真実は隠されている。つぶやき53番目。多くの場合、インテルのレポートは反ウの国の物語で罪とされている新聞つぶやきまたは YouTube ビデオの長いリストになります。2022年12月24日マットタイビ。でちょっとこれぼやかしながら画像を見せますけども、この文書にはずらーっと YouTube アカウント、バンする YouTube アカウント、危険信号がある、一時停止する、つぶやきのアカウントっていうのが載ってます。連邦政府がコントロールする社会。つぶやき54番目。常にではありませんが、時々つぶやき者と YouTube がアカウントをブロックしました。しかし今私たちはロス氏が連邦政府ひいては IC が何を意味していたのかを確実に知っています。証拠画像リンク、2022年12月24日マトタイビ。でその、ツイート54番目の証拠画像リンクの内容になっています。特権および機密事項。こんにちはチーム、いただいた質問を添付いたします。私は率直に言ってここでの要求に困惑しています。これは連邦機関によりも、議会委員会から来ているように思います。国営メディアについては大きな議論が必要であり、今月後半にレーベルが立ち上げられることで影響を受けるだろうが、私は連邦政府機関ひいては IC がここで書面による回答を要求することに心よくはないです。
どのようにナビゲートするのが最善かについてどのように考えていますか。ありがとう、ヨエル。企業が国に支持されていることについて。つぶやき55番目、誤報と歪んだプロ〇〇んだの境界は薄い。より攻撃的な政府から非常に多くの企業がこれほど多くの報告を受けていることに私たちは満足しているのでしょうか。2022年12月24日マトタイビ。まだまだ深い闇。つぶやき56番目、 C〇A はつぶやき社のようなテクノロジー企業との関係の性質についてまだコメントはしていません。つぶやき社は私が行ったり書いたりしたことに対して何の意見も持っていませんでした。検索は第三者によって行われたため、私が見たものには限りがある可能性があります。2022年12月24日、マット退避で、最後のつぶやきがバリワイスさん、シェレンバーガーさん、リーファングさんを要チェックです。そしてこのプラットフォームでは567からつぶやき者と議会の関係までさまざまな問題について取り上げています。2022年12月24日、マット退避ということで全部のつぶやきが終わりました。はい、つぶやき第9章ここで終わりですけども、皆さんいかが考えますでしょうか。まあ、確かにその与えられたそのマット・タイビさんが調査した資料っていうのは抜き取られている部分もあるので、まあ、真実に限りがある、その知れる情報に関して限りがあることは確かというふうに最後におっしゃられているんですけども、でもマット・タイビさんがこの第9章でもそうですけども見せてくれた、シェアしてくれた情報っていうのは本当のことをスクリーンショットとかで証拠としてシェアしていただいているので、まあ、それを私たちが知る権利もあるし、まあ、知る必要っていうのはあると思います。悪いことをしていたっていうのがやっぱり可能性があるので、そのつぶやき者とかそういった IT 企業の会社が、なので、まあ、この問題っていうのはとても重要なので、この先もあのつぶやきファイルは第10、11、12で続いていくので、皆さん最後までお付き合いいただければと思います。はい、今日も長々お付き合いいただきましてありがとうございました。この動画いかがだったでしょうか。いいな、考えさせられたな、もう少し続けてみたいなという方は応援のためにグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。そして、まだまだ続けてみたいよ、ジョセフ・ティーテルさんの動画というのもやりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。まあ、チャンネル登録していただければ、ね、私を近くに置いといていただければですね、後々自分が好んでいるあの内容の動画っていうのも出てくると思うので、ぜひともですね待っていただければと思います。はい、 Thank you so much for watching. Thank you so much for listening. Tinkers Channel でした。それではまた次回までお待ちください。 See you next time. Bye bye. Much love.